嬉しい。はい、8時だよ。ビコンシャスパラダイス。ビコンシャスパラダイスのお時間です。なんかビコンシャスパラダイスっていうの今日元気が私残ったみたいなんかちょっと失敗、8時に戻してって感じですね。ちょっと元気残ったかな、綺麗な声でした。あ、はい、ちょっとおしとやかでしたよね、はい、ちょっと女らしくなっちゃったみたいな感じで、はい、また1ヶ月ぶりの生放送でしたけど、はい、お元気でしたか。元気でした。なんかまたインフルエンザが流行ってるですねみたいな感じで、はいはい、なんか沖縄って年中流行ってそうですね。そうですね、はい、なんかニュースでもやってたから早っていう感じで、ね、映らないように、ね、気をつけてください。はい、まあ、今日ですね、あの講習の後に久しぶりにマッサージをしていただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。とっても気持ちよかったです。よかったです。はい、その後ね、あのアロマの先生にも来ていただきの、はいはい、とっても美味しい、なんだっけ、セレブスイーツだっけセレブスイーツ、ローカロリースイーツ。そうですね、はいはい、なんかあのローフードの先生もしてらして、はいはい、美味しかったですね。美味しかったです。ココナッツオイルが入ってるって言ってました、ね。はい、であんな感じでね、なんかあの美味しくいただきながら香りに癒されて健康的でいれたら、はい、いいね、最高ですね。毎日食べたいです。まあ、食べ過ぎて太っちゃったりするでしょダメですねそんなあの秋冬仕様の、はいはい、ビコンシャスパラダイスですけれども、今回ね私早いんですよ。もう明日にはちょっと東京戻らなくてはいけない。はいはいはい、ものすごい、え、昨日来たのにっていうですね、感じなんですけど、はいはい、ちょっと寂しいですね。寂しいですね、はい、明日帰っちゃうんですね、はい、めっちゃ仕事してますよ今回ですね、ぎゅうぎゅう詰めですね、はい、もう来月もうちょっとバタバタな感じなの。12月はちょっとゆっくりめにね、あの皆さんと会食したりとか勉強会なんかもできたらいいなっていう風に思っております。はい、結構長めなんですよ。はいはい、なん結構5、6泊するのかな。おー、はい、いつもよりは、いつもよりは長いですね。はい、ちょっと沖縄の冬を満喫させていただこうかなと思ってます。寒いですね。寒い絶対寒いと思います。なんかさっきお月様すごい大きかった、見ました。全然見てないです、前しか見てなかったです
損しました。あすっごい大きくってね、はい、って思ったら通り過ぎそうでした。あいけないいけないいけない FM ギランこっちっていう感じでね、なんか写真撮ってた人もいっぱいいましたよ。満月だったんですか。うん、満月すぎる、満月すぎる満月すぎるコーンってなってた、はい、うさぎさんいるかな乙女ですね。うさぎさんいるのか。いないんですか。 いますね。今いるいるいる。います、ね、います。はい。そしたらですね、冬のメニューを何か考えてきてねって言ってさっきバイバイしましたけど。はい、考えてきました。はい。はい、どんなベルママンからの早速の告知ですけど。はい、お願いします。はい。冬に向けてウィンターメニューとして新しくコース作ったんですけど、はい、アロマドライリンパドレナージュコースといって2時間のコースになるんですが、はい、普段あのちょっと全部脱ぐのが恥ずかしいわっていう方にもおすすめなんですけど、パジャマを着たまま岩盤マットでお体をしっかり温めるんですけど、はい、この時にアロマオイルを塗布して体を温めていくので、はい、とてもリラックスして受けていただくことができます。はい、でその後にお体が温まった状態でリンパドレナージュで全身の体の毒素をしっかり流していきます。はい、なので冬は足先が冷えたりむくみやすくなるので、ぜひベルママンのアロマドライリンパドレナージュを受けていただきたいです。はい、気持ちよさそうですね。はい、とってもね、はい、もう本当に暖かくなるので、はい、はい、そうですね、いいとこ取り、はい、もう冬っぽいメニューですね。そうですね、はい、はい、あのぜひトリートメントを受ける前にはですね、ビジネスティーをフロム宮古ということで、あの夏は私冷やして飲んでたんですね、はいはいはい、まあ、本当は常温がいいって言われてはいるんですけれども、これ大麦と小麦、それに生姜が入ってるんです。だから体がねとっても温まりますので、はいはい、冬はぜひですね、あの温かいあのビネスティーをお飲みいただいて、で、施術の前後に排泄作用も促しますのでね、はい、あの相乗効果がとても高くなると思います、はい、で実際にあのお洋服脱ぐのしんどくなりますよね。はいはいはい、はい、なので温まっていただいてからあのオイルマッサージとか受けられるといいのかなって思います、はいはい、苦しいほど汗をかくのって、私あんまりこう血圧高くなったりとか、あの心拍数がすごいバクバク上がるとちょっとリラクゼーションというよりも、ね、交感神経優位になってしまいますので、そこまでする必要はないとは思うんです。送信のメニューとはちょっと違いますよね、はいはい、していただきたいのが体質改善かな、はい、そうですね、うん、はい、だからベルママンさんのメニューとしてはとても技術力も高いので、その相乗効果的にメディカルアロマを使用したりとかですね、はい、まあ、そういったところで体質改善に役立てたあのご利用をしていただきたいかなって思います。はい、はい、よろしくお願いします。で今あの前の番組の最中も私たちね珍しく真面目に語ってましたからね。そうですね、きっととてもいい香りなはずよね。ですね、なんかね向こう、はい、向こうすごいアロマこうねしながら、はい、癒されるわっていうね、はい、はい、うん、何の香りが好きです。全部いい香りだったんですけど、もうオレンジがすっごいいい香りでした。なんか食べたくなる感じでした。なんかもぎたてな感じですよね、はい、フレッシュっていうね、みずみずしいオレンジって感じの匂いがしました、はいはい、でも最近なんかアロマアロマアロマって言ってどうしちゃったのっていう感じです。あの私自身もね、はいはいはい、あの本当投稿 Facebook の投稿とかも割と声優の投稿多いですし、なんか癒されたいんだねきっと。冬だからですかね。ね、なんか冬ってアロマって感じ、ね、はいはいはい、しますよね、はい、なんでだろう、なんか冬って寂しいんですかね。なのでこう癒されたいんですかね。そうそうそう、あの誰も癒してくれる人いないからね。あの一生懸命癒してるんですけど ですね、なんか癒されたい感じなんです ですね、はい、あのぬくもりと香りと ね、 いいですね、温かさがね。うん、まあ、昨日友達にあのお鍋が食べたいとかおでんが食べたいとか言ったらキャッとされましたけど、はいはい、あ、そうなんですか。私なんか寒かったんですよ。はいはいはい、寒くないですもん。寒いって言ったら夜は肌寒いんですけど、はい、昼は子供にあのノースリーブつけさせていきました。まだいいかなって思って。虐待じゃなくて。そうですかね。
昼間まだ暑いだろうなと思ったんですけど、でももう洗濯物とかこんなするとちょっとまだあそうですねかなっていう感じもするんですけど、なんかちょっとおでん食べたいかなって思ったんですけど却下されましたねまだあれなんですかね、鍋とか言われて却下されちゃったんですね、はい、でもあのお昼にですね前のファミリーマートさんに行ってじゃあいいよ私おでん買うからと思って行ったら売れ切れよ。あ、じゃあ結構売れてるんですね。ファミマねファミマのおでんねでもよくよく考えちゃう、沖縄ってさ365日おでん食べない？あ、ありますね。ありますよね。 ありますね。食べない、ね、食べないで。あ、全然 お鍋とかやらないですね。おでんとか。あ、そうなんです。あの味噌汁あんまり飲まないです。あら、ちょっとなんか新人類ねなんか暑いので汗かきたくないっていうのもあるんですかね。夏とか絶対飲まないです。うそー、夏とかさ味噌汁定食とかでも汗ダクダクとか。へー、なんか男らしいじゃないですか、男じゃないけど冷やし中華とかそういうのがいいですね。味噌汁、冷やし中華はあんまり私食べないさ。あ、そうなんですね、うん、あんまり冷やさないようにとかですか、うんうん、体を。なんか味噌汁とかの方が美味しく感じ、なんか昭和いや私も昭和です全然平成じゃないです。すごい暑い暑いって言いながら、なんかほら沖縄のお味噌汁いっぱい具だくさんでしょ。あ、そうですね、はいはいはい、あれで全然一食いけちゃいますね。一食で3食いけちゃうから体にもいいでしょう。確かに私冷え性なので本当はそういうの飲まないといけないですね。今も寒い、冷たいうち、私こそこのあれ受けないといけないですね。こうな温めてからですね。ですね。手冷たいとお客さんも入れないですよ、はい、そうなんですよ。足も冷たくてとっても冷え性です。へえ、私全然あったかいです。これ味噌汁のせい味噌汁飲みました暖かいですよ。あったかいです、うん、でもファミマのおでんがあんなに人気とはないまだ作ってなかったんじゃないですかね今あのまた調理中ですけどお待ちくださいって。お昼過ぎだったのもあるんですけどね。あ、はい、結構買われてるんですね、はい、なんかさあのおでんの中とかもね手びちとか入ってていいですよね。あ、ないんですか向こうは。あの沖縄そばとかもあるじゃないですか、そういう系は。沖縄そばないですしまず沖縄そばがないじゃない あそっか、そうですね、うん、で手びちとかない、ないですよ当然。え、向こうはどんなおでんなんですか具は。あ、手びちとか以外はまあ同じ感じかな。へー、あ、ないんですね、うん、もったいないです。美味しいので。美味しいのにね。だから それがやっぱりこっち来て食べダメとかない明日の朝も食べないといけないですね。そうなの。だから私油脂豆腐が大好きなので、あ、はいはいはい、なんかお鍋と言っても油脂豆腐を食べたいから、もうお鍋の中にゴバッて入れて、あとはオプションでいい感じなんだよね。へえ、あ、でも油脂豆腐美味しいですよね、うん、優しい感じですね。そうそうそう、やっぱ癒されたい油脂豆腐とアロマと今日ちょっと寂しいですね油脂豆腐とアロマと私みたいな嫌ですアロマと私ならいいんですよ油脂豆腐となんでちょっと1曲書こうかと思ったら油脂豆腐とアロマと私油脂豆腐で広がりますかアロマで広がるんですけどもう油脂豆腐から広がらないです。あなたと初めてのデートは油脂豆腐だったのか絶対そんな人嫌です最初のデートで油脂豆腐ですか優しそうなこれじゃないですか。嫌ですダメですか食堂ですか食堂ねえ食堂のデートダメですか。うん、いいんですけど最初は嫌ですねで、あのあれじゃないですか、あのこんな夜景が綺麗な油脂豆腐がいいでしょうかまずそこの場所を教えてほしいです全然ないです。夜景が綺麗な油脂豆腐もう油脂豆腐イコール昼間って感じがしますなんで夜はあんまりただの
の豆腐じゃダメなんだよ。油脂豆腐が癒しの豆腐だから。あーそうですね。かあのこれだけ油脂豆腐私持ち上がってますから、ここの放送を聞いてらっしゃるお豆腐屋さん油脂豆腐の差し入れ持ってきてくれないか。お待ちしております。あと我こそはというあの味噌汁定食が自慢の定食屋。あいいですね。味噌汁選手権ですか。味噌汁選手権ですよ。あ教えてほしいですね。教えてほしいです、はい、ここの味噌汁最強みたいなね。うーん教えてほしいですね。あお蕎麦に油脂豆腐入ってるのってありますよね。あります。あれもいけますか。あ全然ダメなんですか。なんか油脂豆腐は油脂豆腐で食べたいですね。あーうん結局基本に戻るとそこなんですけどね。基本形はそれなんだけれども、はいはい、油脂豆腐ってやっぱり癒しなんですよ。癒し癒しなので蕎麦のことも癒してあげるし、油脂豆腐の存在感って癒しなんですよ。だから蕎麦もよし、私はいつもこう青さにするか悩むんですよ。でもみんな受け入れてくれるんですよ油脂豆腐。先生なんか油脂豆腐とご契約何かされましたか。違います。どうします今度来たらうちのスクール油脂豆腐売ってたら。いやこれでトリートメントするのよ。嘘です。もう離れます。先生のこと尊敬してたのにって思います。で食べ物大事ですかね。そうですよね。きっと油脂豆腐を利用したスイーツとかもできますよ。できますか。頑張ってあれじゃないですか、なんかあのピーナッツの豆腐なんでしたっけ。あそうですね。チーマミー的な。そうですそうです、うん、でもあれはちゃんとしてなんで私が教えなくちゃいけないの。しっかりしてチーマミー的な。リアクリないんですかね。どこの人。なんかジーマーミー食べてるとなんかみたらし団子食べてる感じがしてなんか口がよくわからなくなります。えジーマーミーダメですか。なんか私みたらし団子とか破れまんじゅうとか好きなのでちょっと許せないです。同じ味が。あーなんか類似品な感じで。はいはいそうです。まねっこしてんじゃないよって感じですか。そうですそうです。はい。あそうなんだ、うん、まあ、あれでしょジーマーミーの上のタレのことを言ってるんでしょ。あそうですはい。みたらしやがってみたいな感じでしょ。そしたらあれタレかけないでもうオンリージーマーミーダメなんですか。味がないとダメなんですよね。私わがままです。すごいすごいわがまま。あのタイも食べたことありますか、うん、あるよ。あれも私びっくりしました。ここに来て初めて食べたんですけど、うん、なんでこんなに味がないんだろうって思いました。あ、はい、素材の味を楽しめないタイプ人かもしれないです。何でも醤油つけろみたいな。今日何の話。あの全然アロマの話。私、ね、どの香りがいいってオレンジって言ったのに、はい、なんで油脂豆腐だったの。すごいですね。でもあのオレンジは、うん、あの摂取できるので。あ摂取摂取できるので、はい、何でも入れちゃってください。油脂豆腐には合わないな。そうですね。でもジンジャーとかエッセンシャルオイルであるじゃないですか。ジンジャーとか、はいはいはい、レモンとか入れてちょっと食べてみて。先生さっきおっしゃってましたもんね。レモンもサラダにかけられる、うん、であの炭酸あるじゃないですか。炭酸の中にレモンとか入れて飲んじゃったりとかして、はいはい、へー結構香りも良さそうですね。そうね、やつらはね私を裏切らないんだよ。やっぱり冬だからですかね。ちょっと私病んでるのかな。やつらはね裏切らないんだよ。裏切らないですね。本当いい香りでした、はいはい、で具体的にさっきそら説明してくれたけれどさ、うん、温まるじゃない。で、はい、次にするのがな何をする。リンパドレナージュです。リンパドレナージュは、はい、オイルで、ハンドで全部でドライでやっていきます。パジャマの上からやっていくので、うん、はい。あじゃあ何も出てから出たてのほやほやでほかほかに温まってる時はドライでマッサージをします、はい、でし終わったら何するの。し終わったら頭皮までマッサージしていきます。いいですね。はい、じゃあ来月はそれにしようかな。お願いします。すごいただの私お客になってます。なんか先生って呼ばれてるんだけどお客さんだから。
あーみたいな、どうしようダイレクトメールが届いたら先生えって今月はみたいな、今月はみたいなね、これがおすすめですみたいな、はい、あでこのアロマリンパドレナージ、あアロマドライリンパドレナージュコースをご予約していただいた方は先着3名様に頭皮マッサージまでプレゼントします。頭皮マッサージね、はい、これはまたアロマを使って、先生おすすめのジェルのアロマを使って、はいはいはい、しっかり頭皮もマッサージさせていただきます。頭ってものすごい大事ですかね、うん、ものすごい、私もあの最近ねヘッドブームなので、はいはいはい、あの結局皮膚の一部でしょ、うん、なんか髪の毛になんかするとかっていうよりも、うん、やっぱり新陳代謝とかすごく大事だと思うんですよ、うん、基本的には私今ねあのコンディショナー使ってないんです、はいはい、シャンプーを、あ頭皮のマッサージ、まあ、クレンジングしっかりしてマッサージしますよね、はい、汚れを浮き上がらせてシャンプーで終わり、パサパサにはならないんですか？でしょ？なんかあのまやかしのコンディショナーのなんかぬるぬるっとした感じとかって、はいはい、すごく考えてるさ、顔洗ってないのにいきなりクリーム塗ってるみたいな感じだなって思っちゃったんです、はい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 、この話昨日もね夜中に友達にものすごい力説したんだけど、はいはい、やっぱり汚れを取らなかったらあの綺麗にあの代謝しない、まあ、ヘアサイクルっていうと髪の毛って思うんだけど、やっぱりどこにあるって言ったら皮膚の中にあるわけだよね、爪も髪の毛もやっぱケラチン、はいはい、っていうところでね、やっぱりクレンジングありきでしょ、で洗い流さないトリートメントを毛先だけとかつけて、あのやっぱり白髪とかにしても毛が細くなるとかって言っても老化の一種なので、しっかりと栄養があるものをいただいて食べて、そして、新陳代謝促進して汚れをしっかり浮き上がらせて洗い流すと、ここに尽きるんじゃないかと思うんですよ。やっぱりクレンジングってとっても大事なんですね。大事と思う。お肌も頭皮も。そうですそうです。だからマッサージ、汚れがついたまま顔マッサージしないでしょ。はいはいはい。でクレンジングしないでいきなり洗顔しないでしょ。でやっぱり頭皮をどこを洗うって言ったら髪の毛洗うんじゃなくて頭皮洗うんだよね。なるほど。エステシャンならでは、私も美容師だけど、はい、美容師としてはもう、そんなにキャリアがねあるわけではないので、どちらかというとエステシャン目線での美容師になりたいかなっていう、そこだよね、はいはいはい、頭皮屋豆腐好きの頭皮屋早口頭皮屋10回言えませんね、私豆腐好きの頭皮屋って10回言ってそしたらプレゼントプレゼントみたいなぜひ頭皮ねこだわってもらいたいと思うんですよ、うんうん、あんまりそうですよね、頭皮まで皆さん顔だけですよね、こうケアするの。えだってさ、ちょっと毒吐いていい、また、はい、だって毛がさ、もう許せないのがおばさんの髪の毛プリンプリンってあのもうこう白髪と黒いとこ出てきちゃってるのに、はいはいはい、なんか毛先だけヤンキー色みたいなのちょっと若い子だったらいいけどさ、それちゃんとできないんだったら染めてんじゃないよって思っちゃうわけ。私ね、なるほど、汚いよって。しかもやっぱり栄養が行き届いてないから細いしパサついてるし広がってるし、あそれなのにさ、マツエクとかだけつけたりとか、ジャラジャラ爪だけつけたりとか、あなるほど、すごいさ、大人の女性じゃないじゃ ん、やっぱ大人の女性の綺麗さっていうのってあると思うんだわ。あのしっかりとしてなんか若々しくツヤ感のある髪の毛とかさ、はいはいはい、ね、あのそんな派手な色味染め、ね、カラーしてるんじゃなくっても黒髪なんだけど品があるとかね、そこじゃない。そうですね、ってことは健康的であるべきだし、食べ物とかそういう自分自身をの癒しの空間っていうか、もうよく眠れるとかね、そこのところは極めていかないとダメだし、そこのところが指導できるようなエステシャンでいたいかなと。綺麗にまとめてみましたけど、素晴らしいですなるほどね、やだ、だってこんなさバシャバシャバシャってなってるのにこの辺シワだらけとかさ、あそうですよね、やだやだ、乾燥はダメなのよ、乾燥イコールも老化だからさ、乾燥そうですよね、乾燥こだと小じまになるでしょ、髪の毛だとパサついてたらさ、はいはい、絶対それは年よりも年齢いっちゃって見えるんじゃないって思うけど、確かにパサパサだと元気なさそうですもんね、髪も、身も心も
乾燥しちゃダメよ。パサパサしちゃダメでしょ。もうそこは絶対。なんか CM 行きますって。はい、お願いします。トータルビューティースクール、まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。ピピ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 ヒルズ通りから、こんにちは。ピピ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 なんくるないさでほら行こう。きのワンワン、きのワンワン、うん、FM きのワン。秋トータルビューティースクール、まつげエクステ、フェイシャル、ボディエステ、ジェルネイルなどなど、トータルで美容を学ぶなら秋トータルビューティースクール。美容師免許もバックアップ、秋トータルビューティースクールで検索。はい、はい、なんか素敵な、もうエンディングに近いなと匂わせるような素敵なメロディーが出てきましたけど、ね、なんかこれにも癒されます ね、これとラベンダーいいですね。これとラベンダーね。あの今度ここ持ってですね。来月はちょっとファンと。そうですね。でもあっという間だよ、もうだって来月11月でさ、早いで12月でさ、年明けてさ、おめでとうございますとかなっちゃうんですよ。早い、ね、やだ早い、今年も終わりですね。終わりですね、自分に何かご褒美をあげたいですね。そうですね、はい、まあ、12月まではね、あのぜひね、お手入れしに来ていただきたいですね、はいはい、ぜひ自分のご褒美にいらっしゃってください、はいはい、でもね、うちの生徒さん本当にみんなね仲が良くって、勉強熱心なので、すごい特にね今若手のチーム、はい、まつげチームまつげチームまつげね、自主練も頑張ってますからね、はい、なんか部活みたいになってきましたね。ですね、楽しいです、はい、監督も嬉しく思いますのでぜひ今度は成績を残していただきたいと思いますので、はい、はいはい、あっという間の30分でしたね、はい、今日も楽しかったです。楽しかったですね。ぜひ皆さんベルママンさん検索していただきまして、はい、特に来年からはガッツンガッツン仕事するらしいので、はい、はい、一度癒されにいらっしゃってください、はい、いらっしゃっていただきたいと思います、はい、はいはい、それから秋トータルビューティースクール体験見学資料請求等も受けたまっておりますので、ぜひ一度ね遊びに来ていただきたいと思います、はい、まさみさん一人皆さんとても仲良くね、はいはい、楽しい時間を、楽しい時間をってレッスンですけどね、はい、楽しく学べます、はい、ではまた来月ですね。前回も来週って言った生放送は来月です。で毎週放送はしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ではまた来月お会いいたしましょう。話が長すぎるから。